八京亭快楽さんから、栄養ドリンクは味で選ぶと外れないよ。これはちょっとわかるんだよな、そんな気がする。うまいやつは効いてる気がするんですよ、やっぱりね。安いやつ買うとなんかあんまなんいらねえこれ、やっぱり高いやつ、なんかユンケルとか味こって一生思うんだけど、でもすーあもう終わったみたいな。ちょっとわかりますね。あと主にチンチンを硬くする方に効くタイプのドリンクってなんか辛くないですか。なんで あのタイプのドリンクだけ何飲んでも硬えなっていうと、あの硬えなカレーなって硬いのは別のとこ何飲んでも辛いなっていう気がするっていうね。